マルバオモダカは、オモダカかマルバオモダカ族に属する植物。故障やため池などに生息する、注水植物である。種商名のパーニシフォリアは、ラテン語で、パルナッシフォリアという意味であり、パルナッス産のように、丸い葉を持ったオモダカ、を意味している。日本や中国をはじめ、アジア大陸やヨーロッパ大陸、オーストラリアなどに分布する。ただし、日本やヨーロッパでは、 個体数が減少しており、多くの地域で絶滅危惧種に指定されている。また、スイスなどではすでに絶滅している。日本では、地消や湿地の開発や水質の悪化に伴って個体数が減少しており、個体数は5000個体程度と推定されている。そのため、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧種類に指定されている。 マルバオモダカの花マルバオモダカの植目マルバオモダカの種子故障の周焉や比較的深い場所に生息している。深いところでは腐葉を中心に展開するが、浅いところでは中水葉を多くつける。葉は通常腎臓型だが、初期腐葉は乱形になるものもある。8月から9月にかけて長さ 50cm から 1m ほどの家系を 水上に伸ばす。また、水中に伸ばした花程の本来過剰ができる部位に、植芽を形成し、無性生殖的にも繁殖する。これは一種のアポミクシスである。植芽は茎から容易に外れ、種子同様水中に散布される。花程は塩水過剰で、花柄は三輪性。各花柄の先に、 三枚の花びらと六本のおしべ、六から十本のめしべを持つ白い花をつける。花弁は白色で、花弁の縁には浅い切れ込みが入る。薬は黄色で、髄の先と薬がほぼ同じ高さに位置する。胚種は剥き出しになっており、受粉して種子が形成された後も、種子にめしべの痕跡が残る。種子には縦方向の溝がある。受粉は、 蜜チなどの倉庫な者に頼っており、自家受粉や林家受粉による結実率は竹受粉に比べて低下する。染色体数は 2m イコール22。同族に中国などに生息するコールドジやグランディスがいる。マルバオモダカと類似しているが、ユーズイの本数が9から12本になる点などで異なる。食用にはならず、特に利用されることはない。 純菜を栽培している池に生息していることもあり、その場合は水田雑草として扱われることもある。ありがとうございます。